Suzuki-masu. Sweet talker. Off no sign. Yajirushika. Yajirushi no sign. Sign kana. Koban. Soda, koban. Off. Mienakata. Megi. Kuro megi ka. Ah, deta. Hidari wa. Hidari nandaru. Ah, nani ka chigau. Iris to red. Ja, kochi wa seki root kana. Tavan kochi kana. とりあえずこっち行こう。バレどうしたの?すまねえな。何があったんだ?この辺りに俺の故郷があった。あったとは、今はもうない砂の下に埋もれちまったらしい。 たった4年で。だからってどうしてさっきの人たちあんなひどいこと言うの?俺のせいだからだ。全部俺のせいなんだ。これは同じ街か。俺の故郷、来る古くからの、分かっていた。 よし。俺の故郷、来れるは古くからの炭鉱の村だった。埃っぽくて、のどかで、貧しくて、そんなちっぽけな村だった。まあ、香炉というのを初めて耳にするあの時までは。 そうだな、カツインのところちょっと早いすぎる。<笑>どうする?反対しているのは、ダインだけだが。これは絶対反対だ。コレルの炭鉱を捨てるなんてできない相談だからな。コレルの炭鉱は俺たちの爺さんたち、親父たちが 命がけて守ってきたものだ。俺たちの時代になって捨てることなんてできない。でもよ、ダイン。ダイソーこれ。ダインかな。ダイソー。今の時代、石炭なんて誰も使わない時代には逆らえないんだ。そう、時代は魔法エネルギー。 大丈夫ですよ、ダインさん。ダイソーかな。まあ、ダイン、ダインさん。マコーロ完成の暁には、我々、シンラカンパニーが、皆さんの生活を、保証します。なあ、ダイン。俺は、女房のミーナに、これ以上苦しい、 苦しい生活をさせたくないんだ。そんなの俺だって同じなんだ。だぞ。でも、それでも俺には炭鉱を捨てるなんてできないんだよ。ダイン、分かってくれ。こうして、来れる魔法炉は建設され、完成した。俺たちは、めんどくさい、それ、緩やかな生活を夢見ていた。しかし、俺とダインが、村を
Hanareteiru, honno wazukana jikan no dekigoto da datta. Koreru mora wa mura wa Shinra no gun niyotte yaki harawarete shimattanda. Ozei no murubito tachi mo, ore tachi no kazoku mo, minna issho ni. Nande sonna ni hayai? Shinra no gun, ittai nan no tameni? Makoro de bakuhatsu jikou ga okottanda. Shinra wa sono jikou no sekini no koreru mura no ore tachi ni oshizuketa. Hantaiha no shiwaza da to itte na. Hitoi? Ah, tashika ni na. Demo yo, ore wa shinra ijou ni jibun no yuruse nakattanda. Ore sae makoro ni sansei shinakureba. Jibun o seme cha dame yo. Sono koro wa minna shinra no amai kotoba ni odorokasarete itan dakara. Dakara yo, dakara koso ore wa jibun ni hara ga tatsu nda. Amai kotoba ni noserareta ageku nyobo o miina o ushirai. Oi, antara, goldo sosa ni iku nara hayaku notte o kure. Ryokin wa itsuyo nai kara ne. Ropeway ni norimasu ka? Norenai. Dain wa shinryu datta ze, gaki no koro kara no yo. Cloud no naka ni modotta. Koishi wa? Ropeway wa goldo sousa yuki da. Ryokin wa tada dakara shinpai iran yo. Tada ka. Shinra no yarukoto wa minna fukou ni shite shimau no ne. Kochi iku ka? Sore tomo chizu no basho? Ma tabun modoreru. Noru ka? Noroze! Dain wa shinryu datta ze, gaki no koro kara no yo. Watashi shira nakatta wa bare, nani mo iwa nakatta kara. Hayaku nore nakya. Ah, minna kuru ka. Yoshi, tonde iru. これは無料かな。なんで無料？ うん、燃料も高いだろ。なんで無料？ これは何？マッチ？投資？もう新しい惑星。ああ、サーチライトなんだろう。覚えない。ああ、これはキノコ。強大なキノコ町。カービィとなんだのみ。ああ、これはチョコボか。デブチョコボ。これは無料のやつ。幼稚園の場所。ああ、音楽。デブ。ようこそゴールド創生。なんだ。
ようこそ Gold Source団体様ですね 入園チケットは1回 3000 ギルです 何回でも入園できる Gold チケットは 3万 ギルになります ああ 3000 ギルは払わない ああ まあこれは 10回以上入るはずないだろう。あの 3万 チケット入れないかな そして高いすぎる いらっしゃいようこそ あ、久しぶりの本物セーブ作ります GP が足りない。GP ああ、めんどくさい。本物セーブ作れない。じゃあ偽物。偽物しよう。はい。うん。お客さん、こっちでチケットをお買いください。ダメダメ、入りたい。もう、デブチョコボ。はい、1回3000ギル。ありがとうございます。 チケットは一度ゴールドソースから出ますと向こうになりますのでお気をつけください。ここゴールドソースでは料金をGPでお支払いいただくものが多数あります。GPは、ゴールドソースでのみ使うことのできるお金だと思って いただければ結構です。GPはワンダースクエアの各種ゲームとチョコボレース場で飲みを求めていただけます。それとGPの個人の所有は 1万までとなっておりますのでお気をつけください。どうぞ 心ゆくまでお楽しみください。どうぞ心ゆくまでお楽しみください。よし入れる。この音楽イレイレです。<笑>うるさい。この音楽うわ楽しみなきゃくちゃ楽しみなきゃくちゃ そんな場合じゃないのは分かってるけどね。え、そっか。これは目的地。ねえ、バレットも元気だして。そんな気分にはならない。俺のことはほっといておいてくれ。そう、仕方ないね。行こう。ひざひざ、エリス。 ちょっとひどいんじゃない? こういう時変に気を使わない方がいいよ。そうかな? 大丈夫よ。私たち遊んでくるね。風にしろ。チャラチャラしやがってよ。俺たちはシフィロスを追っているんだぞ。 それを忘れるんじゃねえ。どこ行く?怒っちゃった。ああ、でも大丈夫みたい。なんだかいつものバレット。少し元気出たみたい。セフロスが来てるかもしれないから。 気をつけなくちゃね。一緒に行く。一緒に行かない。いろんなこと忘れて楽しめるといいね。私も行くのか。誰?二人選んだか。そして、二人選んで一人ぼっちになっちゃう。じゃあ、ティーフと
いや、エリストレットかな、ティファを解いたかな。はい、久しぶりのエリストレット、一緒に行こう、一緒に行こう。あ、一人だけそうか、じゃあ犬しよう。あ、どこ行く、セーブしようか。多分戻る意味ない。今インフォ、チョコボバトル、ワンダースピードラウンド、ゴーストイベント、ゴールドソースへようこそ。ゴールドソースでは様々なアトラクションがあなたを待っています。感動と興奮、スリル&サスペンス、あなたを未体験ソースゾーンへご案内。一緒の思い出をあなたに、シンラ。うん、ああ、これ、この、ああ、こっち、今のやつ。ああ、そっか。じゃあ、ワンダー。ワンダースクエア、スクエア、スケア。ワンダースケア、スケア。数億のゲームがあなたを待っています。ワンダースケアで GPU を貯めてたくさん遊ぼう。スピード。スピードスケア。スケア。あなたを興奮の中へ、シューティングコースターが君を待つ。ラウンド。ラウンドスケア。スクエア。スクエア。スクエアだな。四角。うん、園内を人、ああ、何、一望で来ます。美しいゴールドソース、うるさい、これ。ゴールドソースの夜景をあなたに。もっと大きいかな。バトルスクエア、スケア、スケア、スケア。スクエア、スクエア、熱き戦いへ君をいざなう。今必殺のゴールドアタック、ゴーストスクエア、スクエア。こちらにはホテルがございます。お泊まりの際はこちらへ、ひょ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 。チョコボ、チョコボスクエア、チョコボレーシングが君をバーチャル空間へご案内。クエクエイベントスクエア、楽しい演劇があなたを待っています。現在地ゴールドゲート、さまざまなアトラクションへレッツアクセス。よしよし、じゃあ最初は右、左かな。このイベントスクエア、いや、ワンダースクエアか、チョコボ、ワンダースクエア。最初はワンダースクエアだ。ああ、これバレの場所。ああ、ダメダメ。正規ルートかな。バレのやつ、正規ルート。Hey, you! 暗い顔してますな。これは何？どうですか？皆さんの未来。占うで、明るい未来、愉快な未来、ああ、悲惨な未来が出たら堪忍してや。あらあら、そんなせん。僕は占いマシンです。名前は、ああ、何か手に入れた。ケット、ケッチー。ああ、仲間増えた、ケッチー。え、これは仲間か。占いのは未来だけか。あ、バカにしたらあかんで。うせもの、うせ人、なんでもございや。セフィロスという男はどこにいる。セフィロスですな。ほな、いけます、ませ。いけませ。え、
活発な運勢になります。周りの人の好意に甘えて一頑張りしておくと、夏以降にドッキリな予感。なんだこれは。あれ、もっぺんやりましょうか。もういっぺん、もういっぺん。スピード、ゴースト、バトル。忘れ物に注意。ラッキーカラーは青。もういい。待ってな、もうペンや、らして。待ちやばやして。これはフォーチュンクッキーか。なんだと？読んでみろ、クラウド。求めれば必ず会えます。しかし、最も大切なものを失います。ええんか、悪いんか、ようわからんな。こんな占い初めてですわ。気になりますな。ほな、行けましょうか。どこへ？占いや、ケットシーとしては、こんな占い不本意なんです。きっちり見届けんと気持ちが収まらん。みんなさんと一緒に行かせてもらいますわ。クラウドいいのか。どないに言われてもついてきます。おいおい、よし、クラウドに入った。これはこの、これ誰、入り口で聞いたと思うけどよ、ゴールド操作のアトラクションのほとんどは GP っていうゴールド操作でのお金がいるんだよ。これが普通に売ってなくてよ。このワンダースクエアのゲームかチョコボレースでしか手に入れられねえんだ。これはゲームか、こっちゲームか、この中はゲーム。いえ、まずはこの二人話しましょう。オス、ね、これはあの男の人です。そしてわからない人、シューリアさん。なんで話せないこの二人。ブーレイもの、この変なクラウドと話せない人たち、ひどいです。Coming soon. 新しいアトラクション。Midnight Express. それは映画。Midnight Express って映画ですね。それだけ。いらっしゃい。いらっしゃい。これはゲームか。よし、金髪。あなたは GP を0.0を持ちですね。ここでは GP を商品と交換することもできますが、いかがいたしますか。しない。いかがするポーション 1GP、 エーテル 20GP。 あ、これは買おうか。そして謎のやつ、ゴールドチケット300G。 ゴールドチケット何やの、入れるやつ。ポイントが足りません。そうか、これはこのポイントで買える。じゃあこれは何、アームレスリング、メガズモ1プレイ100ギル。高い。バスケットゲーム1プレイ200ギル。丸ボタンを押している間だけ力をため、丸ボタンを話すとシュートを打ちます。ひどい。これは間違えたかな、この場所入ったとは。間違えちゃったかな。俺はギルドあまりない。ここで本当金がかかるね。
ここで温度が金かかるね。今ちょっと話しかけないでもらえます。もうちょっと、ああ、ダメだった。そうか、クラウドのせいですね。ワンダキャッチャー、1プレイ100ギル。じゃあワンダキャッチャーしよう。ポーションを取れ。すまらない。俺は遊びたかった。ひどいよ。ゴミのポーションか。ゴミのポーションじゃない。アームレスティングなんだ。ああ、前じゃない。よし。アームレスやる。対戦レベルを選んでください。スーモーレスラー。どっちの方がいいか、レスラー。マルバットのオレンダ。はいはい。俺の勝ちだ。お前弱い。ザンギフ弱い。GPO2 点手に入れた。それはいいか。じゃあ、スモ。これはホンダか。いや、なんだ。これは女かな。女らしい。You win. あ、1点。ああ、ひどい、1点。もうレッスンの方がいい。ああ、でも1点。ああ、ひどいな。2点、1点。1点はポーション。ああ。1点はポーション。1点、500か。だからこのアームレスのやつ500なら10は1000 5万かいや5万あのザンギフのやつならザンギフ2万5000どうよ000シュートこれは200もうこの間違えたこの場所入るとはまあまあよしよし、今回難しいこれあ、惜しいあ、入ったあ、入ったこれは入っているわからない。何を取れた ?3GP。ああ、こっち。こっちは一番いいのやつかな。もし。でもすまらない。別にやりたくない。それでもこっちの方がいいかな。ランダムなら、ランダムならいいかな。ポーションならない。ポーションならない。まあ、無駄な時間だな。別に無駄な時間使いたくない。まあ、こっちの方がいいかな。ランダムなら GP も手に入れる。1点。こっちはダメか。すべてゴミ。私の大切なお金
Sky とかな。ああ、落ち。私は今日も風になる。うん、G バイク。ギュオン、ギュオン、ギュバリバリ。ああ、強い声を出してしまう。これは、これはアトラクションか。ふう、疲れた。あ、これですか。なんか修理中みたいですね。じゃあこのサブマリンダメ。気にしないでやってくれよ。これはゲームか。モーグは薄いプレイビルドやる。あ、これは本物のゲームか。ね、ここはモーグリ山のモーグル、ブーグリ森のモーグの家。今日もモーグリのモーグの一日が始まります。これは確か。モーグは今年でクービパパポピポパイサイ、人間で言うと28歳、そろそろお嫁さんが欲しい年頃です。モーグリの世界では飛べるようになると立派なオスと、みなされます。あ、私これ。いや、ところがモグはまだ上手に飛べません。毎日一生懸命練習しているのですが。これは何、映画、ゲームじゃないね。おやおや、今日もダメなようです。あ、そこで皆さんにお願いです。マルバトンでモグの大好きなクボの実をあげて、彼が飛べるよう手伝ってあげください。でもあげすぎにはご用心、臭くて飛べなくなってしまいます。マルバットンクボの実をあげる。え、意味わからん。え、それだけ。マリュマリュ連打か。この首の見上げている何の意味。デブになる。これまあデブ、もうデブだったから。もっとデブになる。これはゲームか。かなりつまらないゲームです。30分かかった。飛べるか。飛べデブ。おや、ついにモグは飛ぶ覚悟を決めたようです。飛べデブ。おやおや、残念ながら失敗です。まだしばらくモグ、スタートならもっと100ギルドかな。意味わからんこれ。まあまあ、俺はチートしました。次回このチートの場所から始めます。ああ、ひどいな。よくわからん。デブ、飛べない。ああ、休みます。